無印源氏とは、源氏物語の半本のうち、単に、源氏物語とだけ題している、固有の表題を持たないものを言う。江戸時代に入ってから始まった半本による、源氏物語の出版により、それまでとは比べ物にならない数量の、源氏物語の本が裕福な庶民にまで、普及することになった。当初これらの半本は、源氏物語の本文のみを内容としていたが、次第に、 注釈や指し絵、全体のあらすじを簡単に示した郊外、源氏物語の年率、経図、さらには、源氏物語の補作である山地の牢や、雲隠れ六条といったものまでを含むものが現れ、読みやすさ、わかりやすさや、内容の豊かさを競い合うようになっていった。それとともに、他の漢本と区別するために、兄弟も、英利源氏物語、首書、源氏物語、 源氏物語古月章といった固有の表題を持つものになっていった。このような固有の表題を持つ漢本が主流になって以後それ以前に刊行された伝差が本源氏物語や元は本、源氏物語のような単に源氏物語とのみ題してある半本を無印源氏と呼ぶようになった。古活字本や正半本で数種類の無印、源氏の存在が確認されている。 無印源氏には抜群もないあるいは歓喜もないことが多いため、特に印刷のべ活字を組み直すため印刷結果が異なってしまう。古活字版についてはどれだけの版が存在するのか不明な点も多い。また源氏物語のような複数冊からなる作品の場合には一組の漢本の中に本来別の漢本であったものの一部が混じり込んでしまっている場合もあり、問題をより複雑にしている。 ありがとうございます。